はい、ガンノートアフターストーリースタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回のゲストは胃がん経験者のゆうとさんでございまして、ゆうとくん久しぶりでございます。久しぶりです。はい、久しぶりですといったところでね、もうゆうとくんも本当にまあね、初期に第25回かなのガンノートに出ていただいて、その後どうなっていったのか、まあ、ガンノートにダイントに出ていただいたことあるんですけれども、まあ、今ね、そこからも含めてどうなってきたのかっていったところをね、聞いていきたいなということを思っている次第になります。じゃあちょっとですね、ガンノートの紹介等々させてください。今回ガンノートアフターストーリーといったところでね、今お伝えしたような、今までの歴代ゲストの経験者のその後といったところをお話を聞いていきたいと思っております。まずガンノートの岸田と申しまして、25歳と27歳の時に、まあ、肺細胞腫瘍という、まあ、珍しいがんになりまして、まあ、そこからですね、こう治療をしていったわけなんですけれども、まあ、その中でこう結構がん経験者さんのこう情報っていうのはめちゃくちゃ大事やなと思って、医療情報はね、医療者さんに聞いたらもちろん教えてくれるんですけれども、家族や友人、学校、仕事、お金や恋愛、結婚、生活とかね、日常にフォーカスしたそういったこう情報って全然ないなって言ったところを思って、そういったところをみんなとなんかシェアできたらと思ったんですけれども、それをね、結構いろんな方に聞いてったら結構いろんな人が教えてくれると、それを情報をみんなと共有できたらといったところで、今ね、このガンノートをスタートしてきたといったところがございます。ゆうとくんにもね、ほんと初期の頃に出ていただいて、そこからね、ほんと今に至るまで、はい、このような続けてきているものでございます。はい。そんな中でですね、はい、今回のゲストといったところで、はい、早速なんですけれども、ゆうとくんになります。あ、いつもね、ゆうとくんって言ってるので、ゆうとくんっていう風な形で呼ばせていただきたいと思うんですけれども、ゆうとくん、簡単に自己紹介お願いします。あ、よろしくお願いします。吉川ゆうとです。で、この写真、ついさっき岸田くんがスクショしてくれた。そうですね。まあ、仙台写真とかないんですけど、僕、東京出身で、今、愛知県住んでます。で、もともと20代の時はほぼ東京で生きてたんですけど、30代の時は急に転勤族になって、大阪とか京都とかで働いて、で、今、名古屋で働いてるという形で、住まいは愛知県です。で、会社員やってます。で、趣味は読書と旅行で、まあ、これも病気の時に結構、病気のきっかけでこういう趣味になったかなっていうところがあるかな。ちなみに旅行でおすすめ先とかあるんですか？旅行は、結構20代の時に、海外に絶対行こうと思って、それで、東南アジアをトントントンと行ってて、最終的にインドが一番気に入ったかなって。一番好きなのがいい。インドね。インドが一番好きなのね。一番刺激的な場所だった。おー、そうか。どういったところが、ゆうとくん的にハマったポイントです？気が抜けないところですかね。気が抜けないね、逆にね。あと僕は胃を取ってるんで、こう、インドに行くとか言うと、僕の病気のこと知ってる人は絶対に行くなってめっちゃ言うんですよ、でも絶対大丈夫だっていうのを証明するために行ってたみたいなところが。証明するために行く場所がね、インドっていう。自分で確かめに行く。はいはいはい。それがあって。そうですね、だから年に2回ぐらいやってました。おお、マジで。結果は大丈夫やったん？結果お腹は大丈夫、熱は出したけど。熱は出したけど、お腹的にはセーフやったってこと、ね、お腹は全然ちゃんと選んで食べるまで。あ、ほんと、うん、食の多様性も感じたけど、ただ大気汚染が広がったんで熱を出した。あー、そっちね、そっかそっか。僕もインド過去2回行ったことありますけど、はい、はい、どちらもしっかりリバースしております。はい。じゃあお腹壊した。お腹壊した、うん、だからまあ、はい、この2人を見ると、まあ、要は何を食べる、インドで何を食べるかっていう、病気は関係ないってことが多分これで証明です。はい、そんなおすすめのインドっていったところもありつつ、はい、がんの種類からすいませんお願いします。先にインドから行っちゃったんですけど、僕は胃がんの経験者で、で、胃を全摘出している、経験があります。で、ステージが2で、全摘
摘出したのは、まあ、胃の上の方にがんがあったので、全摘出するっていう手術法だったようです。で、その時は23歳で、就職して、新卒してすぐに、早速、7月告知の8月手術という形で、手術を終えました。で、まあ、現在、まあ、おかげさまで36になって、まあ、経過観察は5年から6年だったんですけど、そこも終わって、で、その後は、一度も再発なく、過ごしています。まあ、後遺症として、食事があんまりできないっていうところとかもあったけれども、まあ、10年経つと、だいぶ変わってくるところはあったかなっていうところです。で、治療は、まあ、さっき言った手術と、抗がん剤は、一応、その、カプセルで飲むもので、で、予防の意味合いで、やるかやらないかっていうところは、医師と相談しながら、まあ、やる決断をして、1年弱ほど、抗がん剤療法をしていた。そんな形が簡単なプロフィールです。はい、ありがとうございます。本当ね、告知されてからもう10年以上経つというところで、そこからね、ゆうとくんがどうなって生きていたのかっていうところを、ぜひね、胃がんの経験者さんにもちょっと、知っていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ゆうとくんにね、どんな経過をたどってきたのかといったところで、このね、ガンノートが最近使っているペイシェントジャーニーと言われる、この感情のね、起伏だったりだとか、時間の経過、そして吹き出しがこのようになっておりますので、またね、ちょっと、皆さんも見てもらえたらなと思いますが、3分割にして、はい、ちょっとお届けしたいなと思っております。まずこちら、ドン。まず、こちらね、ゆうとくんのペイシェントジャーニー、ちょっと俺も聞いていこう。よいしょ、レーザーポインターで、よし。はい、まず、新卒で IT 企業に入社していった後に、食事で、喉に詰まるように、食事が喉に詰まるように。これ、どんな詰まり方なの、うん、結構、つっかえる感じ、なんか、水飲むと入るみたいな感じで、基本詰まっていて、苦しくも痛くもない。だから、困ってなかったですね。なんか水飲まないと飲み込めねえなって。はあ、はあははあ、それ結構続いた数ヶ月ぐらいは多分ゴールデンウィークぐらいになんかそれを感じたんで、うんうん、で6月だから1ヶ月から2ヶ月ぐらいそれを感じて、でなんかちょっとだんだん言いたいなのが、まあ6月後半とかだったかな。うん、まあ要はがんに詰まってた、がんが物理的に食べ物を止めてたっていう。そしていきなりそこからガーンと落ちて、がん告知ってあるんだけど、すぐ病院ってすぐ告知された感じでした？一応2日またいでみる、町医者に、7月、やっぱり この時は鮮明に覚えて、7月9日に告知されてるんですよ、確か。ほうほうほう。7月7日に町医者に土曜日に行って、で、日曜日挟んで、週明けには大きい病院でちゃんと検査しなさい。そんな形で、で、9日に告知をされるっていう形だったんですけど、うんうんうん、まあ、その病院に行ったのは、新入社員研修が4、5、6月っていう3ヶ月あって、7月から、現場に配属っていうような形で、まあ、なんかこう、そのタイミングで、あんまりもやもやしたものはなしに、ちゃんと現場に行って働きたいな、みたいな、割とまあ、前向きな形で済ませようっていう感じで病院に行ったんですけど、まあ、それどころではなかった。ああ、そうね。それで、そこの、まあ、町医者から大きな病院に行って、そこでもう言われたって感じよね、きっと。あそこで、なんかちょっと奥の方の病室にこう行って、でそこでこう、まあ、お若いから言いますけど、これ胃がんです。説明をしてもらいながら言われました。そっか。そして、そこから、はい、がん告知ね、だいぶ下がっていって、やっぱね、まあ、まさかがんとはっていう感じよね。あ、そうね、23だしね。いや、ほんとね、皆さんね、ちょっとその時の出来事だったりだとか、そういったとこは過去にこういっぱい語ってくださったゆうとくんのね、初々しい闘病経験談を聞いてもらえればと思います。そんな中でがん告知をされていってから、手術日が決定していきます。はいね。手術が決定していきます。これはもう、がんは分かっていってから、もう手術、まず手術しかないって感じ？そう。で、そうですね。で、手術するにもどこで手術するみたいな。うちの病院でするか、がん専門行くとか、
まあ、そのくらいの選択肢はこうあって、でなんか早く手術、僕も、なんていうか、体に宿しておきたくないみたいな気持ちに多分、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、それで一番早く手術できるところっていうのを決めて、で、そうですね、で結局がん専門のところで手術することにしたんで、そこからはなんかこう、気持ちも前向きにというか、なったっていうところはあるけど、それまでにきつかったですね。そっか。がん専門病院で、まあ、手術ができる。まあ、一番早くてよかったね。本当。うん、そうですね。8月1日にしたんで、4月の9で。おお。結構、まあ、その間も、なんだかんだ検査したりとかで、その間に、また胃カメラやるのかとか、いろいろ、こう、あったのが逆に、よかったような気がする。そんなに、こう、忙しくなかったら、もっと極め入ってたな。日程決まってからはまあもう前向きでした、ね。前向きってことじゃないけど。たくさん食べるっていうのもあったけど、この手術前に何食べためっちゃ。いや普通になんかうどんとか定食とかだけど、なんだろう。告知された時がこう一番下っていうよりも、その数日後とかになんか部屋で一人いる時に結構やっぱり、あ俺死ぬんだなみたいになって。で、全然食欲がこう、なくなっちゃったんですよ。別にまだいい、摘出してないのに食欲がなくなって。で、なんか、それで日付とか決まってから、吹っ切れて、まあ、なんか今からできることってなんだろうなっていう時に、ちゃんといい栄養状態で知ってることだな、みたいな。結構なんか、冷静な判断になってから、とにかくたくさん食べるみたいなことをして、でちゃんともらった薬は飲むみたいなことをして、それで、まあ、あとは医療者を信じて手術を受けるみたいな、なんかすごいこう、立派な患者を過ごしたんですよ。その時にね。そう。で、まあ、あと、なんか何も食べられなくなるらしいから、いろいろ食っとこうかな。そういうのもあったし。それでたくさん食べてました。まあ、たくさん食べていって、で、手術していって、手術は、これは、胃と、脾臓と胆の食道下部を摘出、結構取ったよね。そうですね。まあなんか胆のとか脾臓にがんがあったわけじゃなくて、まあ食道はその転移の可能性があるから、できるだけちょっとこう上の方まで取る、切るよっていう形で、脾臓胆の手術法の一環でなんか取るみたいで、なんか詳しくは分かんないですけど、大体全摘する人はこうセットで取るみたいなので、そうこの4つを。4つてか 3.23 ぐらいかね、食道が1ではないので、それを取りました。ゆうとくんはさ、そのステージ2やんか、それで、やけど、うん、その胃を全摘出っていう風な感じなのね。そうですね、多分ステージ2とかで半分って言ったのが結構俺もその後あったんだけど、やっぱ僕はこの胃の上の方にあることによって、あと結構サイズがでかかったりですね。なんかその2つで全摘っていうところは、もうそうですね、転院先の病院でも行ってたし、もともと手術するところでも行ってたので、多分それが当時の一般的な医療の判断なのかなとは思って。ありがとうございます。まあね、皆さんね、今の医療情報と過去の治療情報、また変わってくると思いますし、うん、また皆さんね、治療に関しては主治医のね、先生だったりとかね、そういったところ、信用して聞いてもらえればと思っております。あくまでも経験談でございますのでね、ご理解いただければと思います。はい、そして手術して全摘をしていきました。けど一番それが高いよね、テンションが。この手術が、3段階ぐらいその手術をした場合にこういうことが起こり得ますっていうリスクを、要はインフォームドコンセントとかあの辺で説明されるわけですけど、一番こう良いのは摘出ができることっていう。で、一番、しんどいのは、要はもう肝臓とか腹膜に転移がしちゃっていて、開いて閉じるっていう判断をする。で、そうすると抗がん剤治療になる。それが一番こうバッドシナリオで、で、あともう一つの間が、そのリンパ節には転移しているっていう。リンパがこう胃の周りに92個ぐらいあったらしいんですけど、それの1個でも入ってたら、要はそのリンパが血液を巡って転移する可能性が増えるから、抗がん剤治療っていうのは結構ガッツリやんないといけないとか、
この3通りのシナリオがあって、で、リンパ節の転移とかもなくて、まあ、要は回復した段階ですごい良かったらしいんですよ。で、なんか輸血も必要ってやってたんだけど、栄養状態も良かったですね。というところがあったので、それでこう、まあ、体は、もうあの、完全にこういうのつけて、全く指先ぐらいしか動かないけれども、良かったっていう気持ちで、気持ちは個人。で、手術が、まあ、気持ち的に上向いて成功して良かったっていったところから、薬物療法で下がっていくというのが、こう薬物療法結構辛かったってことなのかな。まあ、薬物療法は辛かったっていうのもまあもちろんあるんですけど、胃を取った生活がこんなにしんどいんだっていうところ。ああ、そっちね。うん、でそれ、その上にこう、抗がん剤は一応やんなくてもいいみたいなことは言われてたんですけど、でもあの若いから、医学的に予防できる方法は抗がん剤飲むことしかないから、主治医も今まで手術した中で一番僕が若かったらしくて。うん、だからこう、もちろん副作用もあるけど、やることを勧めますっていうことを言われていて、で、まあ結構いろいろ悩んだんだけど、まあなんかやんないで再発した場合、すっごい後悔だったって、まあもうやろうっていうことで、やったので、要は胃を取って体力が減るのに、さらに抗がん剤をこう、やる意味があるのかないのかもあんまりわからないまま飲んで、体力が減っていく抗がん剤を飲むっていうので、結構こう、もう、41キロぐらいまで体重が入ったんですよ。おお。それでなんかこう、本当に衰弱していて、で、まあ、なかなかな経験だったんで、家で一人で登場していると、もう本当に、なんていうか、いろいろこう死ぬこととか考えるんですよ。生き延びたりも関わらず。だからこう、だいぶネガティブになって、いろいろと怖い怖い、という形のことを考えて、右肩下がりになってるのはそういう、ああ、そうだね。そんな中で薬物療法もついあるっていう感じなのか。うん、そうですね。まあ、体力的にっていうところが大きいのかな。体力的にっていうのだと、入院とこう、要は社会から隔離されている状態、完全に闘病だったので、右肩下がり。そして社会が隔離されていくように退職もしちゃう。そうそうそう、そうなんですよ。これは新卒で入社した会社を辞めちゃうん？あ、そうです。一応、こう、休職って扱いを、こう、寛大なことに取ってくれたんですよ。あの、新卒で入ったところは。で、まあ、戻ってきてねっていうことを、まあ、同僚とかには特に会ってないけども、まあ、その人事部長が、月に1回ぐらい面談をしてくれて、で、まあ、待ってくれるっていう形だったんだけど、こう、抗がん剤やっちゃってるから、良くなっても、良くなんないんですよ、体調が。働けるレベルまで。だから、これ無理だろうなって、もう、薄々思ってるんだけど、なんか、やっぱり無理だったっていう感じで退職で、まあ、きっかけとしては一応、腸閉塞になって入院したっていうのがあります。3月。で、まあ、もう、後輩もできるように2年目だとなるにもかかわらず、まあ、自分はまあ、目の前の飯も食えずに入院しているって感じで。ではそのままぶら下がって一応席だけ置いてもらうことができたんだけど、なんかちょっと無理だなと思って、年度末で退職しました。で、退職していって、で、その後、まあ、薬物療法も終了していくというふうな流れなんかな。うん、そうですね。今ね、本当まあ、ここまでで治療のことまでをね、お伺いをしてきましたけれども、告知をされた時とかね、退職した時とか、本当ね、ネガティブなことになっていく中で、まあ、またね、ちょっと上がっていくんで、ちょっと次をお伺いしたいと思います。次はこちら。はい、ドン。お、フルマラソン走ったりとか、本屋でバイト始めたりだとか。そうですね。結構、赤がポジティブですね。はい、そう、赤がポジティブですね。うん。なんだ、これも、もうなんか薬物療法終わって、もう自分でなんか、ちょっと気分変えようと思ってマラソンしたりだとか、うん、これは、マラソンは多分ね、多分薬物療法を始めた前後ぐらいだと思うんだけど。ああ、そうなんや。うんうん。うん、普通にジョギングと筋トレとかを急に始めたんですよ。運動嫌いだった僕が。
ほう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 。まあ、もちろん、暇っていうのはあれだけど、まあ、やることないじゃないですか、闘病って。実家にいるだけで、実家にいるだけで。で、あと飯も食えないんで、一回ちょっとこう、うん、歩いてみたらもう本当に、痩せてるから、風に飛ばされるぐらい、足腰が弱っていて、なんかちょっと、これはまずいんじゃないかっていうので、うんうん、少し走ってみたら全然走れなくて。で、ただまあ走ってみたらちょっと食べれるようになって気がするって。まあ暇だし、何度もやったら、それがルーティンになってきて。あれよあれよと、まあ1年以上かけて一応フルマラソンまで、こう、行ったんですよ。おー、すごい。うん。そうなんね。そして 6時間7分っていう、こう、だいぶ遅い。いや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 、けどすごい、走るだけですごいよ、本当に。東京マラソンだと6時間で連れてかれちゃうんです。6時間半の大会をこう選んで、それ完走というところを取る。すごいすごい。そしてバイトも始めたりだとか。そうですね。まあ、まだフルタイム無理だなって感じだった。フルマラソンとかこう、なんか、ポジティブで書いてるけど、その多分労働するのって1日8時間、週5日からまあ、フルタイムですけど、それとはちょっと違って、お腹も壊すし、食事食えないし、それきついなっていうのがあって、一旦週4ぐらいの本屋。闘病中ずっと読書してたんで、なんか本に囲まれて働いて平和にやれたらとか、そういうのをいろいろ込み込みで、こう選んだっていうところ。あと就職相談とかも言ってたけど、なんかやっぱり、なんかあんまりこう、僕ガリガリだったんで、なんかあんまりいいアドバイスくれなくて、ちょっとこう現実がちらついてた感じ。だから自分でちょっと無理しない選択をして本屋を選んだ。すごい。まあ趣味がね、読書やからね、やっぱね、本屋でバイトしたらもういろんな本とね、巡り合えるし。あ、まあ、シフト制だから食事もそんなに一人で食えたっていうのも結構大変。ああ、結構食事気使うんや、やっぱり。うん。この時は特に人と食事行ったらこう目の前の人を絶対待たせるし、気を書かなきゃいけないからあんま喋れないし、はい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 、どうすればいいんだって食事のたびに思ってた。結構やっぱ仕事はね、職場の人とランチに行ったりとか、そういうイベントつきもの、まあそんなに今思って気にすることじゃなかったけど、当時は目を過剰に気にしていました。だからまあ本屋でやるとシフト制やから自分のペースでご飯も食べれるしっていうので、うん、はい、飯食い行こうぜってノリの人も少ないというか。ああ、それよかった。で、そこから術後3年が経過し、はい、うん、ただ不採用が続く。これは正社員になろうとしてたってこと？ああ、そういうことです、そういうことです。ほうほうほう。正社員に、フルマラソン完走とか、多分1年半とか、そのくらいなんですよ。本屋でバイトとかも。で、そこから、術後3年経過したら、まあ、こう、なんか3年と5年が一つの、こう、目指そうね、みたいなところが主治医とあったんで、3年で大丈夫だったんで、そろそろ、こう、フルタイムの仕事とかも、探したのが25なんで、周りはもうみんな、社会人で悲惨です。うんうん、その辺はもちろん気にしてたし、で、だんだんそういうのの年齢の壁とかも自分に来るんじゃないかと思って不安はあったので、この辺で動こうっていうので動いたんだけれども、それが8月。で、その、ジャーニー、たぶん11月ぐらいだったんですよ。臭い続くっていうのは。はいはいはい、まあ、これちょっと月まで表現できないけど。そう、3ヶ月ぐらいやってみて、で、結構こう、うまくやれないのと、普通に不採用するみたいな。自分に自信は持てないし、病気をどう伝えたらいいのか分かんないし、っていうので、すごい苦戦してるうちにこう、病気になった自分はこう世の中が否定されてないんじゃないかって感じになるわけですよ。それがこの、ネガティブな不採用。じゃあいろんなところを受けてったってことね、その時は。うん、そうですね。なんかハローワークとかに行って、で、なんかこう、
障害者もそうやってみたりとか、マイナビとかリクナビとかが当時だった。当時は多分その辺が2大転職サイトで探してみたりとか、でとりあえず入れそうかなってところに応募してみたりしてましたね。ああ。で、そこ、副作用が続いていった中で、患者会のスタンドアップ、若年性がん患者団体のね、スタンドアップに入っていく。志田君とも、ね、そこでお会いしました。そうね。ここでね、出会って、本当に。ね、その、しかもね、当時同い年っていうこと、言ったこともあってね、本当。なかなか同い年の人がいなかったんで、すごく印象的だったなっていうのは、あるけど、うん。やっぱ周りの人、同じような人いい品かなっていうので入ったってことだね。そうね。なんか どうしたいんだろうなと思って、こう一応数値上、統計上なんかいるらしいってなんか聞くじゃないですか。になってドラマとかに出てなって、うん、はい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 、いるはずなんだけど、その人たちがどう生きてるのかわかんない。うん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 。それをこう知りたいなっていうのが最初探し始めた。入って、どう巡り会えた？どまあ、同じ人はまあいないけど、まあ同じ、気楽の子同いでしょうけど、だいぶ違うじゃん。確かにね。この死に方は、うん。だからこう、そのまま参考にはならない。誰かと話して。見るなんかもう みんな、あの、誰も参考にできない、あの、現実とみんな直面してて、なんかみんな、なんか試行錯誤してるから。俺もなんかいろいろ自分なりに考えて動くしかないなっていう吹っ切れをもらえたんだよね。うん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 。なのでそこはすごく、ね、いい刺激を本当にもらったなと思って。そうだね。だってもうね、もう本当全員が、ね、もちろんがんも種類も違えば症状も違って、同じ種類のがんでも全然ね、またあの、治療方法が違ったりとかもしたりすんますもんね。うん、そこのあと正社員にっていうのあるんやけど、これはそのいろんなところをやってた中で正社員取ってくれるところあったってこと？そうね、結局あの新卒と同じ職種業界で、まあなんかもう一回やり直したいんですみたいなストーリーの方がアピールもしやすいし、で多分なんか迷いがあった時とかはなんかこう自分の体力に自信がなくて、IT 業界とか無理だろうな、もう一回行くのって、ちょっと思ってたんですけど、もうなんかやるしかないなと思って。うん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 。それでちょっとまず、ちょっと採用してもらおうと思って。それで、ある程度絞って、でもちっちゃい会社で待遇が悪くてもいいから、自分がこう、自分ちゃって必要としてくれるっていうか、自分をこう、雇う覚悟を決めてくれるところで、もうやりきるって気持ちになって、そこから、あの、もう、そうです。そこでもうフルマラソン走りましたよと、それは全部総動員して、それで面接をやったら、まあ一社、なんかこう対応してくれる。出たって、そこで、ここに入りました。あ、じゃあ、新卒の会社にもう一回戻ったっていうんじゃなくて、同じ業界のところで正社になったってこと、ね、そうですね。もう従業員数でいうと、もう10分の1以下ぐらいのちっちゃいところで。おうおう、給料ももちろん、小さい会社だから、これから成長していくぞみたいなベンチャー企業。うーん。いうところですね。で、その後にね、星マーク、皆さんあるじゃないですか。星マーク何かって言ったら、はい、その時に、はい、こう、イケイケな時にガンノートに出てくださったっていうのがね。そうですね。はい。さっき確認しましたね。ちょうど。こっから、正社員から3ヶ月ぐらいの、こう、多分まだ、仕事の、こう、あれを知らない時に、はい。2015年の8月にね、ゆうとくんは、の、初めてガンノートにご出演いただいてというふうなところでなっています。はい。で、ね、こっからよ。もうあの、アフターストーリーの醍醐味というのは、はい。確かに。その後どうだったんですかというところで、ちょっと聞いていきます。それがこちら。ドン。はい。仕事辛い日々だったりとかなっていくというふうなことで下がっていくんやけれども、はい、今の話だと結構そのベンチャー企業が大変やったってことなんかな。まあそうね。なんかまあ、あの、現実が立ちはだかってたっていう感じがやっぱりあって、
で、実家も出て、しかも東京だったから、こう、家賃も高くて給料も安いし、だけど仕事も辛いみたいな感じで、で、後遺症もあるみたいな感じだったんですよね。まあ結構勢いでやってたのもあったし、で、なんか元気になりましたアピールで採用も勝ち取ったものだから、なんかこいつすごいやつみたいな感じの空気も、なんか人事の中であったらしくて、でしかも小さい会社って別にそんなにこう、なんか ないですよね、配慮とか。配慮してらんないですよ。あの、もう大人になるとわかるんですけど。だから、こう、結局現場に行くと、現場で働く人は別に当然僕の背景なんか知らないですし、でだから実力だけでしょうかって場所なので、まあ、そこでやるんだけれども、知識も経験もないし、体力もないので、寮でカバーしようと思って残業しても、その体力はないみたいな感じにもなるし、でしかもこう、やっぱ同年代とかいると、自分が東京してる間にその人たちは3年間勉強したり、仕事したりして、成長してるんですよね。で、なんかこう、それも結構負い目にもつながったし、なんかこう、二重で辛かったなっていうところがあります。それが辛い日々がね過ごしていって、そんな辛い中で、まあ、経過観察も終了してね、晴れて、そうね、うん、5年経過したってことだよね。そうですね。まあなんかスケジュール上ちょっと6年に差し掛かった、まあそこで目指してた5年を見て、うん、手術した病院にはもう通わなくなるっていうところが、うん、でも、ここはやっぱりポジティブですよ、ここは。もう病院行かんでええぞと。うん。なんかもう逆に、もう病院に来ないのかっていう、一抹の寂しさがあるぐらい、5年も通うと、やっぱなると思う。うんうんうん。で、まあなんか、結構この仕事つらい日に耐えれたのも結構、この左側にある、こう、要は自分の命が救われた経験をこう病院がもたらしてくれたから、まあ、なんかそのために辛い日々を踏ん張って、こう年に一回あのおかげさまでってこう言ってるっていうのがあったんだなっていうのを、うん、経過観察終了時にすごい感じたのですよ。じゃあそうね、じゃあ亡くなったら本当寂しくなるよね。そう。で、まあなんかこう、ちょっと右肩下がりにその後キュイってちょっとなってるけど、それはこう、うん、なんていうか、一つこう燃え尽きみたいになっちゃってね。その、まあ、闘病を抱えながら、その、なんか荒野に出て、バリバリ働くみたいなことを、なんとか耐えながらやって。で、まあ、それこそ、まあ、なんか5年生存率みたいなのあるじゃないですか。うんうんうん、ありますあります、うん、なんかこうもしかしたら5年後に生きてないかもしれないっていうのがやっぱり頭の中にあって、そうするとちょっと生き方もなんかこうちょっとハードなんですよ。中長期的な考えよりもとにかく誰か目の前のこと頑張るって生き方をしちゃってたんだけど、それこそインド行ったりとかそういうのでプライベートも仕事が忙しかろうがプライベートも寝ずに頑張るみたいな。あ、感じの生き方をするんですよね、20代に。うん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 、死ぬ経験をしてるので、体が辛くと。うん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 。で、なんかこう、それが一応一段落した感じ、結果感じたので、なんかパーッとこう、世の中の見え方が変わったというか、なんかもう頑張れないと思ってね、仕事という、仕事つらい日々を耐えるとか。はい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 。もう報告する病院もいないし。はいはい、俺の自由が目の前に開けてるだけなんだ。ははは。そういうこともあって、その後の転職を考えることになっていくのか。この転職を考えるっていうのは、もう IT 企業じゃないとこ行きたい、行こうっていうふうな転職？うん、まあなんか一応、なんとか、パソコンでも使えるようになって、でまあ、組織でも働いた経験もあるわけで、うんうん。まあ、営業経験とかないけど、まあ、なんていうか、なんとか どっかしら大丈夫だろうなっていう自信があったんですよ。で、数年システム開発しましたみたいなこと言えば、まあなんかこう病気のこととかをもし突っ込まれても、でも数年システム開発バリバリやってたんでって
言えるじゃないですか。確かに。言えた。うん。だからなんか、まあ、転職もできるだろうなと思ったし。で、それで、そうですね。それで、まあ、違う業界で、まあ、今の現職になって、でも早6年目ぐらい。何系に転職したの？ IT 系から。でもまあ、なんか教育福祉系の、まあ、またベンチャーですけど。おお。まあ、また小さい規模のところで、うん、今拡大していこうぜ、みたいな段階だったり、ね。転職活動の時はもう、じゃあ、ガンのことは一応履歴書には書いてやって、突っ込まれても、まあ、その前に働いてたから、全然大丈夫ですよっていう風な感じか。ああ、そうそうですね。だから、だいぶ、1回目よりやっぱりやりやすかったですね。ああ、そっか、そういうのもありかもしれへんな、確かにね。うん、そうですね、まあ、なんかいかに大丈夫かって思ってもらえるかなんだな。まあ、大丈夫じゃなくても大丈夫と思ってもらえるように喋れれば、まあ、対応になったり。うんうんうん、あとは、まあ、対応されてから、どうするかっていうね。ゆうとくん、その後、大阪の転勤や名古屋の転勤っていうのがありますが、結構、急にね、こういう。多分コロナの間に合わなかったとか、あ、なんか今名古屋いんのマジで多分なってる。急に転勤。今日転勤も結構あるやん。まあ、いい上の方になってるから、いい転職、いい転勤やったってことやし、いい転職でもあったってことよね。まあ、そう。会社員という、こう、要はずっとこう会社員になれないっていう悩んでた人間が、こう、会社員という属性をこう得ながら、転勤生活を謳歌してるっていう、と言えばいい、そういう話ではあるので。うん。まあ、ただなんか、結構やっぱり、もうもはやそんなに病気のこととか関係、まあ、それはそれで嬉しいんですけど、なんかでも、なんか働きすぎてるなと思うことはあります。働きすぎてるっていうとちょっと語弊があるけど、なんかこう、もうなんか、全く当時のこととかあまり関係なく、働いていて、こう、体調悪いんですっていう社員とかの、逆にこう、相談を聞く側に、まあ年齢的にもなっていて、なんか不思議なもんだなって感じは。そっか、ちょっと質問したいけど、ゆうとくんさ、その、胃がんの経験者で胃を通るとさ、そのダンピング症候群って言って、その、こう、なんか食べた後気分が悪くなったりだとか、はい、いろいろそういったいろんな、はい、あ、おかげさまでした。いろんなさ、後遺症とかっていうのは今はどうなん？まあなんかダンピングっていうのはあるんだけど、だからまあただ別になんかもう それがない、それがなかった時代がもう十何年も前だから、なんかあんまりもうそういうものってっていうふうに思ってるのと、まあ、昔に比べると緩やかだから、そんなに大変で、うん。ただ、まあ、薬を飲まないで貧血になりますね。ああ、で、なんか一回ひどい貧血に、薬をなんか飲まなくても俺は大丈夫になったんだって思い込んで、なんか全然飲まなくなっちゃった。30前後かな、あったんですけど、うん、なんかもうひどい貧血になって、うん、でそれはこう薬をなんか飲んでなかったことによって、こう、鉄分とかビタミンって貯蓄されるらしいんですけど、それを使い切ってたっていう、うん、まあそういうことはありました。だから今も薬を飲んでます。よくあ、その鉄分のための薬を飲んで、うん、それはあるんだなっていうことは現実。食事はもう何でも食べれる？食べれるけど、でもまあ、ね、人より少ないなって改めて思うけど、1日2食とかって限るし、っていうか、まあなんか昼は完食みたいなもので、まあ、で、うん、まあ、そうだね。まあ、食えますよ。もう、胃がなくても、その、腸が胃の役割してくれたりとかしてくれてるんよね。そうね。うん。まあ、よくは、まあ、よく噛んだりはするから、例えば一人で、どっかこう、なんでもいいけど、牛丼屋とかに行ったとすると、まあ、同じタイミングで入った人と自分だったら絶対に、他の人の方が早く出てるし、誰かとご飯食べ行ったら、自分を待たせたりとかもしてるから、やっぱ遅いんだなっていうか。あるけどね。まあまあね、それ、まあ、ね、それがもうだって、もう、ゆうとくんの中のデフォルトというか、もう、普通になってるわけもんね。そうなんで
いやいやいや、それは全然もう、それでね、ずっと生きてきてて、周りの人を気にする必要ないと思います。もうそろそろその年数の方が人生で長くなると、ちょっと、なんとも言えない気持ちいい、ね。この表を作って思ったけど。いや、そうよね。いや、表を作ってみてどう？なんか、当時はね、ガンノートの最初の方は、そういう表とかもなかったし、なんか年表とかも作ってなかったと思うし。そうね。そう。なんかでもやっぱり、2011年、12年の印象は、なんかやっぱ変えがたいほど強烈に覚えてるなって、なんか改めて思ったり。なんかまあ、その後も辛いこといろいろあったけど。なんかあれに比べるとっていう感じ。やっぱり。そっか。じゃあ自分辛いことあっても、仕事で辛くても、まあ、あの時よりはみたいな感じで。もう全然そうだね。なんかもう、仕事で辛いとか別になんか、死にやしないで、会社員だったか。うん、確かに。異様摘出しなきゃいけないような。仕事失敗して異様摘出しなきゃいけないこともないって。だから大丈夫だなって、なんかこう、その時のことを思い出すと、そういうメンタルの強さみたいなのは、この経験を経たのはあるかもしれないですね。主役もそうだと思うけど。まあね、確かに、まあ、病気の経験っていうのはすごいね、自分にとってすごい。うん、そうですね。うん。ねえ、ほんとね、思います。ありがとうございます。こっからちょっとだけ、インフォメーションをさせてください。はい。ガンノートですね。おかげさまで本にもなりました。はい。ガン経験者のリアルな生活というですね、本。まあ、こちら、どこからでも読めるように、そして読みやすいように、吹き出し形式になってたりとかしますので、もしよかったらね、書店やアマゾンさんでチェックしてもらえたら嬉しいですし、こちら、オーディブルなどの、ね、音声媒体にもなっておりますので、ちょっと読みづらいよっていう方はこうね、聞くっていう風なところでもまた見てもらえたらなと思っています。そしてここまで見てくださった方にはですね、もうチャンネル登録や高評価コメントなどでまた応援してもらえると非常に嬉しいなと思いますし、こうモチベーションにもなりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。また、ガンノートに出てみたいよっていう方はですね、応募フォームっていったところがホームページのところにありますので、そちらからですね、応募フォーム打っていただいて、はい、ご応募お待ちしております。はい、そういった中でですね、最後にこちら、ゆうとくんにメッセージをいただこうと思っておりますので、視聴者の皆さんにちょっとメッセージをお願いします。現実は厳しいが、生きててよかったと何度も思うというのを書かせてもらってます。で、まあ僕はその、後遺症があるので、なんかやっぱり辛いこと多かったなっていうふうに思ってですね。で、生きててよかったみたいに思っても、さっきのペイシェントジャーニーもそうだけど、よかったと思っても結局その後こう、厳しい食事ができないとか、仕事が見つからないとか、そういう現実がこう何度もなっちゃうかって、しんどい人生だなというふうに思ったりしたこと何度もあったんですけど、まあなんかなんだかんだ、まあ生きててよかったなと思った何度もある。で、まあ、そういうふうに思う瞬間をこう見つけていくのが、こう、結構人生の、なんか自分のルーティンの一つというか、そういうふうに思って、生きてると、まあ、辛いことも何度も来ても乗り越えたりとかできるかなというふうに、まあ、経験として思います。で、多分、まあ、今、闘病してる最中の人とか、後遺症に苦しんでる人、多分今すごい、まあ、僕はもう17年経ってますけど、今の僕なんかずっと辛い、現実に今直面してると思うんですけど、まあ、乗り越えるといいこと絶対あると思って、そういうビジョンを持って、辛いところは耐え抜いて生きてよかったなと思ってほしいな。まあ、そういう考えを僕は持ってます。なので、辛い人はこう、そうですね。なんかあんまりキラキラしたメッセージは僕は言えないんですけど、こういうちょっとこう、現実が厳しいけれども生きてよかったよっていうメッセージが、すごい、まあ、ロールモデルになれるといいなと思ってるんですけど、そういうメッセージを送りたいと。ちょっとまとまりなかったですか。以上です。はい、ありがとうございます。いや、ゆうとくんね、ほんと。いや、現実は厳しいけどっていうのはね、まあ、まあ、すごく、ゆうとくんらしいなって言ったところもあるし、やっぱね、治療を終えてね、
その後順風満帆に行くっていうのではなくて、やっぱゆうとくんも正社員になかなかなれなかったりとかね、なったらなったで仕事がきつかったりだとか、はい、そういったところはあって、ただその中でもがんのことを思い出したりとかして、まあなんとか自分を奮い立たせてっていう感じだったよね。そうですね。なんかまあ小さい子供もまあ割と幸せに思えるのは結構利権だったり、利権って言わないか、なんか特権だったりしますよね。そうね、利権だと思ったね。言葉がうまく。いやいやいや、そうね、そういう小さいことでも自分を幸せに、やっぱね、病気、大きな病気を患ったらね、やっぱ感じるよね。ありがとうございます、本当に。いやー、改めてね、本当、もう、ゆうとくん、ね、初期の方にガンノット出てくれて、今もね、もう一回ちょっとまだ出てくれて、まあ、ガンノットないとは、挟みつつもではありましたけれども、結構長かった、このもう十数年よね、ガンになってから。なんかまあ、あっという間だけどね、30代になってからなのかもしれないけど、結構あっという間に10何年経ったなっていうふうには、僕は思いますけど、岸田君はどうですか、この10年。いや、あっちゅう間でございます。あっちゅう間で。あっちゅう間でございます。はい。ね、ただやっぱこうやってね、もう胃を全摘して、そしてまあ、いろんなね、後遺症もありながらも、こうやってね、ゆうとくんのように、こう、何でしょう、まあ、ちゃんとね、こう生きてるって言い方変ですけども、まあしっかりね、こう見越しとなってね、こうしてくださってる、まあ試行錯誤ありつつも、はい、こういった経験談もね、今後もね、アフターストーリー、まあ経験者でどうなっていったのかっていったところもまた今後も配信していきたいと思いますので、またぜひ見ていただけたら嬉しいなということを思います。はい、改めてゆうとくん、本当に改めてね、ご出演いただきましてどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。ではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。バイ。